ズさんからトイレが出てるということで、しかも2タイプあるということで、結構しっかりしてるね。高級じゃない？今んとこ一番いいんじゃん。私はそう思った。500円やろ。丸見えだよね、うん、いくよ、うん、全然いいよ。パニックパニック。体操とかトイレくんみたいに、なんで伝えたらいいんだろうな。いいところと悪いところがある。パンツってそういうためにあるんだよ。パンツがなんとかしてくれるやるじゃん、スリーコインズ。ワサビでございます。ルンルンお願いします。お願いします。本日もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、こちらのスリーコインズのトイレを試します。おしゃれでしょ。今日はね、めっちゃ景色いいよ。最後にドローンで引いた時に分かると思いますけど、今日はいいとこよ。今日見ていくトイレなんですけど、なんとね、いつもインテリアとかアウトドアグッズとかでお世話になっているスリーコインズさんからトイレが出てるということで、しかも2タイプあるということで、まだ開けてないんですが、ご紹介していきたいと思います。ダイソーセリア100均100均と来て300円。そう、ネットで見つけたんですよ、スリーコインズにトイレがあるっていうのを。この200円の差は何なんでしょうね。いやもう見て、デザインのこだわり、スカイブルー、うん、そしてなんか片方はイラストが書いてあって、うん、早く開けてみたいんだけども、なんかエマージェンシーって書いてあるのか、うん、エマージェンシーっていう緊急事態みたいな、なんかそういう文字をおしゃれにデザインしてるっていう新しさ、うん、でだからカバンとか持ち歩いてても可愛いんじゃないかみたいな、車に積んでてもなんかさってもうわトイレだっていうよりかは、なんか、うん、なんだろうこれっていう可愛さがある感じです、うん、ちょっといい？はい。むちゃむちゃ和紙で描いてた。和紙じゃないな、あれはトンビか。狙われてる？ほんとクルクルしてない？ブルーのテントあんぞって、あれ飯あるんちゃうか言うて。ねえよねえよ。すごい旋回されてる。早いですね、見つけんの。ないよ、ほんとにないよ。ドローンキャッチされたらどうしよう。あ、はい、どっかいた。見すぎたかな、うん、でね、これなぜ2種類あるか、どう違うかというと、うん、入ってる多分袋の構造は同じなんだけど、うん、まず見えてるデザインがちょっと違うの。はいはいはい。で、こっちは3個セット、うん、こっちは1個しか入ってないんだけど、トイレは、うん、一緒に保温シート、うんうん、エマージェンシーシートとかってよく言うけど、防災グッズによく入ってる、防寒したりとか何でもできるように目隠しに使えたりとかできるようなシートがセットで入ってるらしいんですよ、うん、それと外袋が3袋と1袋とっていう感じで入ってて、どっちでも選べるよっていう風になってるみたいなんです。だから多分中身は一緒、デザインとセット内容が違うだけで、さっと固めて匂いも消す、車の渋滞やアウトドアにもいざという時心強いみたいな感じで書いてあります。すごいですね。すごいですね、うん、でさ、スリーコインズって私もよく行くけど、やっぱ見た感じデザイン性なのか、女性のお客さんがとってもほとんどだなっていう印象があって、とってもほとんどよね。とってもほとんどだと思うんですだから携帯トイレって売れ筋ではないんじゃないかなって思うんだよね。見つかってんのかな、ちゃんとこれっていう。確かに確かに、うん、でもそのスリーコインズっていうおしゃれな感じのインテリアとかアクセサリーとか売ってんのに、トイレの研究をしてるって本当開発の人たち偉いなって思うんだよね。最近地震とか多くてさ、どっかに避難したりとかした時に、うん、結構こういうトイレとかって大事なわけじゃないですか、はい、すごい優秀な企画者の人だなって思うんだけど、うん、でもこれ売れなかったら廃盤になっちゃうじゃん。だからみんな買ってください。もしよかったらね、今日使ってみて廃盤になるか買ってとか別にそんなのどうでもいい。やだ、なんでよ、守ろうよトイレをさあったら安心ですからね全然乗ってくんないじゃんなんかなくなったら悔しいなと思って、責任を持って今日はレビューしたいと思います、はい、忖度なしで。前回失敗しましたからね、ダバダバになりましたから、びしょびしょのまま帰りましたから、はい、入り口がどういう構造になってるのかっていうのが結構見たくて、うん、デザインだけじゃなく機能的にもいいのかとか、そうだね、その辺ちょっと見ていきますか。はい、はい、じゃあ見ていきましょう、うん、旅バナナ。じゃあ3個セットの方から開けていきたいと思います、うん、とても開けやすいシール付きの袋。3個セットで100円って1個100円よ。3個セットで300円だから1個100円な。え、安いよ安いよ。で外袋は白ですね、うん、透けるのかどうかちょっと後でしっかり見ていきたいと思います。それも3枚入ってるってことか。そうそうそう、3個セットですからね、うん、で、あー、へえ、なるほど。ね、今まで使ってきたものよりも入り口が広い、幅広い、ただこの奥行きはないですね、うんうん、で、ジャック
付き。あ、はいはいはい。チャック付き。折り返せはしないけどビート板です。あ、結構しっかりしてるね。うん、高級じゃない？うん、でこれ自体は内装のと同じで、外側は不織布なんだけど、うん、中がビニールっぽい、なんかフィルムみたいになってる素材。似てるね、確かに。似てる。で粉は直に入ってるんですけど、いつもより量が多い。そして色とこのデザインが可愛い。ちょっと待って、結構今んとこ一番いいんじゃ。私もそう思った。なあ、値段だって1個100円やろ。ね。参考売りとはいえ。あれ？スリーコインズやるな。うん、これ結構儲け度外視なんじゃない？うん、だってデザイン料とかもかかってるよね。持ちにくさはあるよね。やっぱダイソーの似てるけど、折り返した部分で持てたやん、ダイソー。そう、ダイソーの折り返しめちゃくちゃ良かった。うん、それはあるね。どこ持つっていうのはあるね。うん、男性は別にさ、うん、そうそう、何でもええけど。包み込んじゃえばいいけど。うん、男性みたいなもんは何でもええね。そうなんだけど、女子はじゃあどうしたら、ま、入り口が広いっていうのはこれでこぼすっていうのはないんじゃないかと私は今日は思うんだけど、分かんないけどね。でもとはいえどこを持てばいいんだろうっていうのはある、うん、でこの同じデザインのものが3個セットは3つ入ってるということで、4つ入ってたびっくりした。3個セット言うたやん。で、黒ね、透け感はこんな感じ。おしっこして多分これは透けるじゃんか。ブルーだけど、うん、どうなるんだろうね。まあね、まあ、もちろん3枚入ってますこれも、うん、でですよ、うん、こっちのこれはなんかスターターセットっぽい感じがするなと思ったんだけど、携帯トイレ1つとエマージェンシーシートが入ってます、うんうん、ちゃんとパックしてんねや。さらに入ってん ね、 ね、すごいね。おそらく同じ、全くデザインが違う。デザインが違う、エマージェンシーのデザインが違う感じで、うん、ところも全部同じですね、うんうん、同じ製品ですね。チャックついてます。吸水ポリマーも同じだけ入ってます。で、あ、これはまた元に戻せるように使い捨てじゃない袋に入ってる、ジップロック、うん、おお、これでも広げたら畳むのだるいな。でかい、結構でかい、うん、広げて、うわうわ、すごいすごい、こんな感じだね。うん、ちょっと体に巻きつけてみて、うん、1畳分ぐらい、もうちょっとあるかも。で、そうですね、こうなるってことですね。で、太陽が当たったりするとめっちゃあったかい、あったかい、あったかい、うん、で、座ってトイレしてもみたいなことですね。あ、そうだね、多分そういうことよね。絵に描いてあったのはこの状態でトイレしても恥ずかしくないよみたいな。え、どうやって持つの？もろ見えやけど。もうどうやって持つの？え、マントみたいに前を結んで、あ、違う違う違う、こうしたら、あ、そうでもいいね。で、確かに中が透けて見えるってことないんで、うん、侍なん、侍やん、袴みたいに見える、偉い武士みたい、階級の高い武士。これは体に巻きつけるだけじゃなくて、避難所のね、隣の区画との仕切りにしたりとか、うん、目隠しみたいな感じにも使えるということです、うん、よくね、アウトドアやる人はこういうのカバンに1枚忍ばせといたらいいみたいな、遭難しちゃったりした時に使うみたいな言うよね、うん、救急ポーチみたいな中に入ってるよね。そう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 、旅バナナ。なんかね、めっちゃ私思ったのは、100均よりもパッケージにお金かけてないですよね。シールペッて貼ってね。あ、なるほどね。だからその分こっちをお金かけてるんじゃないかなっていう印象。シールで全部説明もしてくれてるっていう感じで、はいはい、おしゃれだよね、やっぱシンプルで、うんうん、じゃあやってみますか。いい感じに出そうだぜ。お、いいね。はい、ではおしっこしていきます。うんちはできないよね、これ。おしっこ用とは書いてなかったけど、うんちは無理よね。うんちもしたいんかい。うんちはしたい、多分無理よ。丸見えだよね。うん、ちょっとなんか変な虫がすごいいるんだよね。前回思いっきりこぼしましたんで、では、あ、こっちだよね。こうだよね。そうだと思うよ、やりやすい。あれ、でもこうか。え、どっち？だってこっちにしたら意味ないよね、うん、あ、前に出るんか出えへんかっていう。前には出ない、下、下というか、うん、こう出る。じゃあ逆にしてみる。どうなってんの今、どうやってやってんの。こういう風にやって、あー、なるほど、お尻にフィットしてる感じ、はいはいはい、お尻の割れ目に、はいはい、でもここを持てばいいのかも。あー、なるほどね、その場合はね。こういう風に調節すれば指で広がる。あー、なるほど、さすがやな。え、なんならセリアより片手でできんじゃないこれ。下からエマージェンシーの可愛いよねこんな感じでも可愛いってすごくない。ポップやないくよ、うん、あ、見えてる見えてる、全然。あ、ん、こぼした。前に？横。横。え、なんかダメだ。うん。こぼれてる。もうちょっと、あの、しゃがんでみたら。そう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 、結局そう
いいよ。結局そうなんかもね。え、でもさ、うん、これはさ、うん、え、そうなの？待って、パニック。セリアもこうだったってこと？あ、っていうコメントは来てましたよ。茶が分じゃないって、うん、もう一回やってみたい。できないと思う、セリアは。こういう風には。あ、まあセリアはね。でもそっちやったら今こぼれてない？今ね、止まっちゃったらびっくりして、おしっこが。あかんよ、成立はして。I'm just gonna trust right what y'all said. You never planned. Came through the valley, we walked through the fire. Your grace is amazing. I trust what you're saying. You never planned. I know that you work every trial for good. If I stay and be patient, was I forbid you the most? 'Cause I know you got me sort of sauce you wrote. 'Cause you were the one I am trusting. I'ma give it all to you. I'm just gonna trust right what y'all said. You never planned. Came through the valley, we walked through the fire. Your grace is amazing. I trust what you're saying. You never planned. I know that you work every trial for good. If I stay and be patient, roll me right through the valley and stand on the mountaintop. No more reason to doubt, 'cause your love is a fountain drop. Now I won't be scared if I'm gonna make it out or not.今座ってら出なかったん？結局出た。あ、どうやった？こぼれてないんや。ね、うん、そうだね。座って、なんだろう、ちゃんと下に置いてあったら安定するっていうか、これが、うん、こういう風にそれで出した方が楽ではあった。確かに、うん、あ、そこそこそこ。何がかっていうと、うん、お股にフィットさせる場所がないのよ。はぁ、うん、全くフィットしないのよ、うん、お股に、うん、カーブもないし、だから、うん、伝ってこぼれちゃうんや、足に。そう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 、だからそのやりようだね。うん、やっぱ座ってとかなんかな、うん、体操とかトイレくんみたいに立ってもまあ気軽にシャっていう感じではない。こぼれました、気軽にシャワー。気軽にシャワーこぼれるという。こぼれる。でもこの幅とあんまり深くないっていうのがすごく安定してるから、うん、これはしゃがんでやるようかもしれない。他は多分しゃがんでできないと思うの。下が折れ曲がっちゃうから、しゃがむと地面についちゃって。あ、はいはい、しゃがんだら結構安定してできると、うん、やりやすかったと、うん、でこれさ、ちょっと見て、うん、もう倒れない。はいはいはい、なるほどね。だからもうなんかちょっと出てきたらもう置いてこうシャーってできるかも。そうなんだ。もう一回セリアやりたい。あ、セリアな。セリアに悪いことしたなって思ってる。いや、しゃがんではできないかもしれないけど、セリアは。なるほどね。どう、固まり具合とか。え、すごいです。全然私のすごい大量の尿でもすぐ固まって、今までで一番硬い。量が少ないとかではなく、うん、結構エマージェンシー感増したね、黄色。エマージェンシー感増したね。危険な感じがするね。え、なんだろう、なんて伝えたらいいんだろうな、うん、いいところと悪いところがある。言って口でまとめると、はい、まず形状の安定感、うんうん、寸胴でこう地面についても大丈夫なぐらいの安定感は、うん、めっちゃいいですね、うんうん、それはすごくいいし、始める前に見た時もやっぱり吸水ポリマーの量が他よりも多かったので、すごく吸水して安心感があります。もう絶対ジップなくてもこぼれないのにジップもついてる、はい、このおしっこのタイプにはあまりないゲームもできると思う。このサイズあれば、ここの口がでかいで、なんかあのおしっこしても可愛い、おしっこが見えてるのに可愛い。いや、それはもうあの誰も思ってない。自分から生まれたやつだから可愛いですね。早くズボンを履いてくる。ちょっと待って、最後まで、うん、で、良くないのは、うん、股にフィットさせる気ゼロ、こいつ。はいはい、持ち方迷ってたもんな。そう、そりゃ男子は何だっていいかもしれないけど、うん、女子の体の形状に合わせる気がないから、うん、ちょっとこう股を伝ったものとかは全然キャッチできない、うんうん、だからしゃがんで下に落とすのを上手にやるっていう風にしたらうまく使えるかな。やりやすさだけで言ったら、やっぱ体操が折り曲げてっていうのがすごいアイデアで、かゆいところに手で届いた。うん、最初説明した時はこれ
れがナンバーワンかなって思ったけど、うん、ダイソーがナンバーワンなの使ってみたら自分的にはね自分的にはね、もちろんあんな持ちたくないっていう人はやっぱこっちやし、うん、で3つ入りやったら1個100円やしそうだね、うん、だってほら使うかなんて分かんないわけじゃないですか緊急事態用なんで、うん、もしかしたら使わないで一生終えるかもその方がいいわけだから、うん、その場合はこれがあったら可愛いしいいけど、うん、でもそんなリビングにあったらあれ新しいお菓子みたいなあらってなるからそれやったらなんかね可愛いなんか、うん、可愛い楽しい気持ちになる、うん、その違いだからどこを重視するかみたいなこと、ね、そう本当にそう思った、うん、こんだけ使って多分おしっこ用のボトルは4個目だと思うんですけど、うん、ただちょっとその体勢で言われると全部入ってきてない可能性があるんで、やっぱりちょっと早めに履いてもらっていいですか。はい、あ、拭いてない服やばい助けてあ、服のないかも。いいや、このシーンなかったことしよう使いますけどちょっとやめてよ、拭かないでズボン履いちゃった。今がエマージェンシーだから。言ってたやん、海外で俺がうんこお尻まだついてるかもとか言ったら、うん、パンツってそういうためにあるんだよっつって強いなこいつと思って。パンツがなんとかしてくれるやだ、ガサツなのがバレる。誰も先生やなと思ってへんから。はい、いいですか。じゃあ最後外袋に入れていきます。外袋の透け感はあれ、なんか袋がね頑丈、他よりもすぐ破れなそう、そしてそれゆえの開きづらさこんな感じ。あー黄色い黄色いわパッケージがおしゃれやからさ見せたいのよ。どこ見せてんねん。で結ぶのは普段より楽ではない、ちょっと硬い頑丈で分厚い袋がこんな感じになります。安心ですね、分厚かったら、うん、うん、かわいいね、やっぱこれでも、うん、やるじゃん 3COINS。 本当に開発した人偉いなって思いますね。感動しました、うん、いやーすごい。以上でございます、はい、なんでさっきも言ったけど、うん、何を撮るかだなと思います。そうですね、なんか今度全部比較した動画とか撮りたいね。何が何点でみたいな感じで、はいはいはい、何回おしっこ出せるか分かんないけど私いやそれがもう我こそはっていう人、うん、呼んで、で次エントリーナンバーみたいな私はセリアをやります。面白い。そういえばあのゴーガールの選手権、はいはいはい、一人やりたいって女の子いるんですよ。いましたね、あるっつって横に旦那さんもいたけど、いいじゃんやったらみたいな感じだったからやっちゃうかもしれない、プライベートで。プライベートかい。ということでございます、はい、ね、ぜひ頼みしてみてください、はい、この動画がちょっとでも面白いなと思っていただいた方はぜひいいね、チャンネル登録、そしてスーパーサンクスというものを大募集しておりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。以上です。質問ありがとうございます。あー、ほんと景色。